では3番の文法に進みます。動詞の内形なくてもいいです。動詞の内形なくても構いません。普通形は動詞の内形なくてもいい、動詞の内形なくても構わないです。この2つの文型は全く同じ意味で、ある動作をする必要がないという時に使います。何々なくても構いませんの方がより丁寧な言い方です。では例文を見てみましょう。一緒に読みましょう。1. お茶をどうぞ。遠慮しなくてもいいですよ。2. 明日スーツを着てこなくても構いませんか？3. このメールに返事をしなくても構わない。1番の例文は、よく自分のうちにお客さんが来るときに使います。遠慮しなくてもいいですよ。2番は、この文型の疑問文です。動詞の内形なくても構いませんか？は、ある動作をしないことの許可を求めるときに使います。